こんにちは、佐々木です。本日はメルカリ。無料で仕入れて売るものの仕入れ方法がわかりません。おすすめ仕入れ先を紹介します。というテーマについてお伝えします。それでは、早速行ってみましょう。はい。ですね、視聴者の方から無料で商品を仕入れて、メルカリでお金を稼ぐことができたらいいなっていうね、要望があってね、ぜひ作成しました。はい。でですね、無料で仕入れる先なんですけど、一部ですけどね、紹介させていただきます。はい。で、こちらですね、この Amazon レビューっていうところなんですけど、ここにですね、Amazon レビューって募集ですね、ここをですね、入力してください。そうしますとですね、こういった風にですね、Amazon 募集中、無料商品ってあるんですよ。で、これを登録しますと、Amazon ですね、この、出してる方がね、出してる商品をタダでもらうことができます。で、どういった流れかと言いますと、商品をですね、こちらの方買うんですね。で、ペイパルがありまして、で、レビューを書いてからね、数日経ってからですね、即っていう場合もあるんですけど、ペイパルからですね、入金、返金されます。はい。なので、無料ですね。これはですね、私もやってるので、ぜひ安心して、ください。で、商品なんですけど、一部ですね、こういったですね、いろいろあるんですけど、こういったこれは発電機かなスマホかなちょっとわかんないですけど、こういったね、商品が、置いてあるので、これをですね、すべてですね、無料でね、手に入れることができますので、ぜひね、興味ある方、やってほしいんですね。で、メルカリを検索しますとですね、こういった商品いっぱい出てきて売れてますので、ぜひね、メルカリで売っていただければね、いいかと思います。はい。では、LINE 登録お願いします。LINE 登録していただきますと、10万円稼ぐマル秘までですね、プレゼントします。登録したいんですね、どなたかわからないので、ニックネームからですね、スタンプお願いします。よろしくお願いします。では、本日は最後見ていただき、ありがとうございます。番組登録お待ちします。よろしくお願いします。ありがとうございました。